はい、どうも皆さんこんにちはす、ムンスケです。信長の野望新生播磨の大名黒田官兵衛編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回はですね、徳川家、長宗我部家、三好家を立て続けに、滅ぼすことができまして、武将がねかなり増えましたということなんですが、ちょっと次の目標があまり見えてなくてですね、西に行けば、まあ、島津と戦う感じ、毛利と一緒に、で東に目を向けると、まあ、織田家がすごいわずかですが残り8城ですね、残っております。織田家にいる秀吉を部下に迎えることができたらエンディングでいいかなと思ってるわけなんですけども、ちょっとね、武田勝頼が上杉家と伊達家を飲み込んでね、ちょっと調子に乗っとるんじゃないかということでね、この辺りかな、三河の辺りで威風を発生させるか、まずここをね、岩村を落としてもらった後に岩村城攻めぐらいで威風を起こしてこの辺り取っていくかっていう感じを今回はやりたいですかね。武田をボコボコにしてですね、最後ね、もう単品で岐阜城残したいなと、そんな風に思っております。まずはじゃあ武田攻めの軍備を整えてまいります。はい、戻ってまいりました。軍備を整えてですね、武田家の吉田城を攻撃目標にいたしました。ですね、武田が一気に織田攻めを各所でやっております。北陸の方は意外と耐えてますね。ただ、美濃のね城が次々と落とされておりまして、本拠の岐阜城からもね部隊が出てる感じです。この岐阜城を最後1個残したいなと思ってますんで、まず1回こちらで威風をして、でこの辺りですね、岐阜城に隣接してる城をまた威風でね取れたらいいなと。まあ第2陣は金山城に攻めるか岩村城に攻めるか、どちらかですかね。はい、もう後ろの方から部隊は出しております。官兵衛の部隊も出しております。では時間を進めていきます。こいで、あ、信近若手の有望株がどんどん入ってくる。お役に立てます。農地開墾分かったぜ。官兵衛の部隊どこや、8000かな、違うな、1万、あ、これか、結構前におるな。この集結具合やったら結構確定で威風の強が発生しそうですね。16、18ぐらい集まってるね。大浦為信もこっちからこうで、城を奪えば有利に、で赤い時家もこっちでいい。城攻めは予期せず。もう一部隊おった。
パターンの。もうみんなこっちでいいよ。城を攻める。よし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 。で第2陣すぐな、こっちで戦いたいから残った部隊を北上させて連戦みたいな感じができればね嬉しいんですが。どうかご命令を。それに合わせるために、あ、織田攻め手休まりましたね。うちの動きで武田がね防衛に専念し始めましたね。んー、じゃあもうちょっと時間進めてからにしようか。おっと、海宝さんとかも。よし、話はついた。貴殿にお使いします。国衆の取り込みが出てる。取り込みしとこ。不信があります。赤松やな。初期からね支えてくれてた国衆なんでね、やっと部下に入れれますね。秘伝室ここまで出して、で久秀でも同じくここまで出そう。こう進めるぞ。いつでも動けます。さあここで結構主力級の3部隊を出してですね、うん、あとはノービヘアにいる部隊と合流でいいかな。うん、さあやっていきましょうか。敵の城を奪ってくれる。城を落とすぞ。城攻めは良き策かと。はい、行きましょう。勘弁勘弁。この部隊もこう。城を奪えば有利になる。これでどうかご命令を。城攻めですか。威風の強にはなりますかね。お、敵が前に出てきた。我が武を示す時が来た。何部隊入りましたかね。13対16行きましょう。兵力はこっちがだいぶ勝ってますね。軽くひねったりましょうか。はい、敵の大将は一条信達、武田の一門ですね。うん、部隊選抜していく。ちょっとね善助を育てたいんですよね。だから善助は出す。大きい部隊は一回控えてもらって、これでいきましょうかね。ここはコブしかないのか。高台がないんやな。ご命令とあらば要所を狙うぞ。続け。策の仕掛けどころぞ。よし、じゃあね敵を引き込むのも考えながら前進させていきましょう。ご命令を。
王者を制する。続け。先へと向かおうぞ。いざ向かう。はい、行きます。敵は5000ぐらいが一番大きいですね。斎藤がいるな。斎藤の部隊が強い。あと直江かな、これ。うん、樋口の部隊ね。2部隊が結構大きめ。敵軍は引き込んでいこうかな。我が先方にて押し通る。さあ、武田の猛牛が突っ込んできている。ちょっと善助前に出して敵を釣りましょうかね。やりました。はい、堀秀村が拠点取りました。うん、敵は騎馬。命令を下され。さすがの武田家。おめでよ。で、ちょっとだけ下がろう。それで挟めるはず。うん、狙うは要所。で、敵拠点を要所を襲撃しに行きましょう。おめでよ。要所を守らねば。ご命令とあらば。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。ご命令を。こっち通れる。王将を制する。続け。さあ、強撃が入りました。で、中央の拠点で割とやり合ってますね。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。エーラ、こう進めるぞ。こいつ、うん、我が戦法にて押し通る。まずは秋山の部隊が、お、そこ取れた、でかい。うん、奪われてはならん。これで敵を逃がさない動きができますね。こいつ、我が戦法にて押し通る。狙うは要所。進め。はっ、敵を蹴散らす。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。ご指示。天にちょっと下がろう。これはよし、今ですぞ。これで水のごとしか。2部隊入る ?1 部隊だけ。2部隊とかは入らへんのかな。よし、じゃあコブを打ちましょうか。ん、コブが打てない。なんか敵が多すぎてコブが発動。これでだいぶ有利ですね。勢いは上回る。好機にございます。我が部を殺したか。よし、秋山の部隊を倒した。これで控えの部隊がどんどん出てきてくれるはずですね。敵を蹴散らす。お指図を頂戴したか。ありえぬ。こうしておりますね。我が森に立ち塞がる者らに砕け散れ。勢いは上回った。牙がやっぱ強いな。我が先方にて崩れるがいい。敵を蹴散らす。ゴム挟みに行こう。おめれを。こっちずれて、
ここで強撃が発生。敵を蹴散らす。よし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 。次なる手はいかに。好機にございます。ちょっと時間早めていこうか。あれほどと思うものは続け。さすがにもう勝てますね。行きますよ。旗色の悪さは明白か。敵勢打ち破ったり。はい、ナイス。嬉しゅうござる。腕上回られる。この戦場に示さん。お、山の内和豊を打ち取った。我らが出番ぞ。好機にございます。あれ、コブが打てない。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。はい、コブ。さらに優勢に動いていく。これで勝ったかな。はい、勝ちました。ちょっとね、なんか兵力でだいぶ有利やったんで、ちょっと軽かったですね。うん、被害も2倍。敵将1人討ち死に。よしよしよし、いい成果。これで何条下ってくれるかですね。この拷問は忘れぬ。結構ねギュッとなってるとこなんで、4条ぐらい落ちるんちゃうかな今日やし。さあ、こっち。え、嘘やん。1個だけ？マジで？少な。場所が悪かったかな。場所が悪かった。え、ちょっと残念すぎる。もう一気にそのまま流しの行きましょう。城攻めですか。城を奪うぞ。この威風の効果範囲がね、ランダムなのか何かしらのあれがあるのかわからないんですけども、城を奪えば有利になる。行きましょう。前線の部隊も動いてくれよ。城を奪いに行こうぞ。うん、島津が来る。土地かも。防衛の方行かそうかな。で、毛利からの援軍も来てくれてて、後ろから結構な防衛兵力も出しました。よし、じゃあ攻撃の方見ていこう。さあ、動く方向ちょっと変えてみる。敵を攻め立て。なの者、戦の支度だ。これでどう。うん、弱発動。発動はしていこう。うん、よし、この戦は早送りで来ましちゃおう。大戦罰。待ち待ち、うん、やらせていいよ。止まるよ。オッケー。
待て敵の戦意を削ぎましたね。敵の武将が内藤正豊が討ち取られましたね。うん、素晴らしい。オッケーオッケー。これで善助があと1000人か。お差し図を頂戴したく。1000人はちょっときついな。で、村重もだいぶ食らっちゃった。天女も命令とあらば。以上。よし、これで行きましょう。行くぞ。一瞬待って。皆の者。で、こっちももう集結しちゃったな。早めに戦終わらして、次の戦やりたいんですけどね。行けー。となるぞ。婦人を始めよ。この合戦はきついんちゃう。2部隊対8部隊。威風中。中は美味しいけど。動くぞ。もう何部隊か。入ってくれへんかな。よし、これで。うわぁ、7になってもうた。1部隊倒しちゃったか。しゃあないっすね。くそ。はい、今日はね、この戦までやりたいと思います。2部隊やったかな。いくらなんだよな。敵がチートを奪いとったけど、待ち受けてないでしょ。次の手はいくら。これまだ方が優勢です。くらいやがなくに向かっている。次なる手はいかに動くに使えたのか。私は攻撃や飛んで近い攻撃だ。我が部屋を持って私の敵を撃つな。攻撃だ。まさか世界一撃だ。ちょっと私を撃つな。向こうが何機能上昇のなんか連打したんだけど、なんと私の敵を落として。始まりうまさか。まだなんで間に合ってないし。何それ。
ちょっと苦戦してるやん。あちらにいるはずない。どうかご命令。ご命令をください。あの様子はスペース。違うぞ。我が力を今こそ見せる特徴。次なる手はいかに。我が敵の口を。我が敵を今こそ受けるがいい。よし、ちょっと苦戦してしまいましたが、ギフの弱発動位なんじゃと。うん、で、官兵衛の部隊はこっち行こう。城攻めは良き策かと。城を攻める。城を奪いに行こうぞ。よし、これでいかがしましょう。あとはもう力技でご利用していこう。ご命令とあらば。城を奪えば有利になろう。お指図を頂戴したく。きっとね、大きい戦にはならないんちゃうかな。ここに。さあ、こんな感じで。お指図を頂戴したく。割と主力級を集めて。城攻めよ。命令をくだされ。城を奪ってくれる。ペルンも久しぶりに出してやな。城を落としてくれましょう。はい、本日はここまで。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。次回もね、武田との戦と島津との防衛戦ですかね、うん、やっていきたいと思います。はい、また別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。